はい、じゃあ今日はよく仕上げにトン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 って叩いたりパンパンってするちょっとコツを、なかなかいい音が出ないっていうご質問をお悩みをいただいたので、ちょっと解説しながらやっていきたいと思います。じゃあ今日は肩この辺ですねを叩いていきます。まずは小指側、違うですね、を使って交互に叩いていきます。でこの時のコツ、こう叩くですね、下ろすんですけど、下ろした瞬間に上げていくようなイメージです。叩くというよりはトンって、ドンドンドンだとこういう感じ、ドンって上げます、ドンって上げます、繰り返しです。太鼓とかもそうですよね、なんかパンじゃなくてパンってするといい音が響くので、共鳴しやすいですよね。当てるのはこの小指です。小指が閉じるようなこの時に音がします。実はこう手を重ねてこういうですね、所さんのイメージなんですけどこれも同じです。下に下げるんですけど、当たった瞬間に上に上げてます。で上げた瞬間にもう一つの手とこうカスタネットみたいにこれが合わさるので音がしてます。だから、まあ、究極言うとこれでもいいんです、本当は片手だけで。なんですけど、こうやってパフォーマンスとしてなんかこうやられてる感じが、なんか爽快感がないので、こう合わせて、手首も柔らかく使ってあげると重たくなくこういい感じに響くのと、ここを叩いてるんですけど、この振動がわーって体に広がるので、割となんか広範囲に振動が伝わります。叩くけど、すぐ上げる感じですね。こういう感じです。どうでしょうか。気持ちいいです。OK ですか、この話。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。